ドイハラクニコと申します今回は私が風呂敷に愛着を感じる理由についてお話ししたいと思います。私は物心がついた頃から日常使いとして風呂敷が身近にありました。これは家族の影響があります。一緒に暮らしていた祖母は和裁をしていました。着物の押し立てを直し、 野菜の指導を行う仕事です昔はお針の先生などと呼んでいたかと思います祖母は1年中自分で仕立てた着物で過ごしていました私の産着、七五三の着物、アンサンブル、浴衣など大人になるまで成長に合わせて祖母が作っていました祖母の仕事の関係から私の家の床の間には 風呂敷に包まれた単物が積んでありました。また、和裁の指導をしている生徒さんは、縫いかけの着物また明日着ますから置かせてください。と言って、風呂敷に包んで、床の間に置いて行きました。針がついていることもあり、危ない。お預かり品なので汚してはいけない。という理由から、床の間にあるものを子供は触っていけないと言われて育ちました。 このように来客の多い家でしたので、小学校から帰ると、友達と遊ぶ約束や塾のない日には、お客さんの対応に私の出番がありました。祖母が他の方の対応をしている時にお客様が見えると、お通ししてお茶を入れて、そちゃでございます。少しお待ちください。と言って待っていただくようにしつけられました。ほとんどのお客様は、 偉いわね、ね、ちちっっゃな番んと言って褒めてくださいます。褒めてもらえるのが嬉しくてお客様のお茶出しを自分から進んでやっていたように思いますお茶の消費量も一般家庭ではかなり多い方でした祖母がお茶好きということもあり静岡から茶葉をキロ単位で送ってもらっていました お茶が届くとまた私の出番がやってきます。お茶を親しい方々へお裾分けをするお使いを頼まれます。お茶を風呂敷に包んで何軒へもお届けします。現代では忘れされてしまっているマナーかもしれませんが、風呂敷に包んでいただき物をしたらお返しの品を包んで、 風呂敷をお返しするというマナーがあります。祖母からはお返しの金を使わせると悪いからお茶だけお渡しして風呂敷は持って帰ってきなさいと言われて出かけていったものです。伺ったお宅の中にはその風呂敷ちょっと23日貸してちょうだいねと言われることもありました。私はは、祖母に言われて出かけた通り、風呂敷は 持って帰るように言われてきましたと伝えるとおばあちゃんは気を使う方だからねく子ちゃんのお家には風呂敷がいっぱいあるのを知っているの1枚貸してもらっても困らないはずだからちょっと2,3日貸してちょうだいねと言われて置いてきたこともありますこの会話の本当の意味は風呂敷を借りて使いたいというのではなく2,3日中にお返しを 風呂敷に包んで持ってお礼に伺います。どの意味があるということを帰宅した私は母や祖母から聞き理解しました。祖母の姿を見ていて一枚の長い反物の生地から着物が出来上がっていく過程や古くなった着物をほどいて素材によっては風呂敷やまたその素材に合わせた別の他のものに生まれ変わることなどを見せてもらいました。 風呂敷は物を包んで運んだり収納する役割や風呂敷が取り持ってくれる人と人との交流気遣いや思いやりも知ることができました風呂敷を見ていると温かい気持ちになれるのは幼少の頃からの暮らしそんな時代の思い出が影響しているように思います今回はリクエストにお答えして 私が風呂敷に愛着を感じる理由についてお話しさせていただきました。